西洋羽ネ騎士団の旗、西洋羽ネ騎士団は11世紀に起源を持つ宗教騎士団、テンプル騎士団、ドイツ騎士団と共に中世ヨーロッパの三大騎士修道会の一つに数えられる。本来は聖地巡礼に訪れたキリスト教徒の保護を任務としたが、聖地防衛の主力として活躍した。ホスピタル騎士団ともいい、本拠地を移すに従ってロドス騎士団、 マルタ騎士団とも呼ばれるようになった。現在の正式名称はエルサレム、ロードス及びマルタにおける聖ヨハネ市県軍事病院騎士修道会である。1291年のアッコ根包囲戦で城壁上で戦う騎士団。1840年頃の会が聖ヨハネ騎士団の歴史は1023年頃、アマルフィの商人がエルサレムの先礼者。 ヨハネ修道院の後に病院を兼ねた巡礼者、宿泊所を設立したことに始まる。第1回十字軍の後、プロヴァンスのジェラールの努力によって、1113年に教皇パスカリス2世から騎士修道会として正式な承認を得て、1119年に設立されたテンプル騎士団と同様に徐々に軍事的要素を強めていった。ただし、 この時代は主に病院騎士団と呼ばれるように、最大2000人が収容可能と言われた病院や宿泊施設も従来通り運営されており、騎士出身の修道士も平時には病院での医療奉仕が義務付けられ、設立時の趣旨を色濃く残していた。当時、この騎士団に入ることは大変な栄誉とされていたが、その代償として騎士団在籍中はいかなる理由があっても結婚が禁止された。 騎士修道会は十字軍国家の防衛の主力となり、西洋ハネ騎士団だけで二つの大要塞と140の砦を守っていた。1187年にエルサレムが陥落した後もトリポリアアッコンを死守していたが、1291年、ついに最後のキリスト教徒の砦アッコンが陥落した後はキプロスに逃れた。この後は海軍となってイスラーム勢力と戦ったが、 キプロス王が騎士団の存在を恐れたこともあり、1309年に東ローマ帝国領であったロドス島を奪いここに本拠地を移した。これ以降、ロドス騎士団と呼ばれるようになる。1312年にテンプル騎士団の資産が没収されたとき、かなりの部分が聖ヨハネね騎士団に与えられた。また、中東のイスラーム教徒と戦う。 唯一の主要な騎士修道会となったため、西欧から多額の騎士を受けることができた。騎士団の構成員は騎士が500人程度で母国語によって8つの騎士官グループに分かれていた。各グループごとに騎士官庁がおり、全体を騎士団総長が統率した。各騎士官の構成員の人数が常に均等であったことはなく、フランス人の3騎士官、 スペインの二騎士官の人数が突出していた。1444年には、マムルーク朝のスルターン。1480年には、オスマン帝国のメフメト二席の襲撃を受けたが、騎士団はこれを撃退した。西欧では、久しぶりのオスマンイスラーム勢力に対する勝利として、騎士団の評判は高まったが、1522年、オスマン帝国のスレーマン大帝が400席の、 戦団と20万人の兵で来襲した。対する、騎士団側は増票まで含めて7000人ばかりで、必死の防戦を繰り広げたが集化適せず、ついに、ロドス島を明け渡して、シチリア島に撤退した。再び本拠地をなくした、騎士団だが、教皇クレメンス7世と神聖ローマ皇帝カール5世の圧戦により、シチリア王からマルタ島を借りることになった。賃貸料は、 毎年、マルタの高い地話である。このマルタ島でも、ロドス島の時と同様にイスラームやベネツィアのユダヤ人に対し海賊行為を行い、マルタ島は、イスラーム教徒やユダヤ人の奴隷売買の中心地となった。1565年に再び、オスマン帝国の大戦団に襲われることになるが、スペインの救援とスレーマン一世の死によって、かろうじて防衛に成功した。 この時をスマン軍撃隊に活躍した騎士団総長ジャンドラ・バレットにちなんでマルタ島の主要港がバレッタと名付けられた。続く1571年のレパントの海戦でもマルタ騎士団の船が参加している。16世紀に宗教改革が盛んになると西欧各地の騎士団領は没収されるようになり、その力と存在意義は次第に失われていった。17世紀には ロシア海軍やフランス海軍の一部として組み込まれるようになった。1798年、ナポレオン・ボナパルトがエジプト遠征の際にマルタ島を奪ったため根拠地を失った騎士団は政教国家であるロシア帝国を頼り、1801年にロシア皇帝パーベル一世を騎士団総長に選んだ。1八百三年には再びカトリックの総長に戻るが、 これ以降は、求心力を失い、各地の支部が独自に活動するようになる。1834年に、本部はローマに移った。ありがとうございます。